あなたはまだ東京芸大を知らない。ごきげんよう、ベルです。今日の本を読む文学 YouTuber です。一冊読み終えましたので書評をしていきます。今回紹介するのはこちら、二宮篤人著、最後の秘境東京芸大、天才たちのカオスな日常。入試倍率は東大の3倍、芸大生の型破りな日常を追ったノンフィクション探検記が待望の文庫化です。この作品は美術が好き、音楽が好き、芸大に興味がある、インタビュー記事が好きな人におすすめですので、当てはまるという方は最後までご覧いただけると嬉しいです。皆さん、東京芸術大学ご存知ですか？本日の投票カードポチッと押してみてください。私は名前はもちろん知っていました。そして芸大受験スポコン漫画ブルーピリオドが私のお気に入りの漫画でして、こちらを読んでいたので二浪三浪は当たり前、入試倍率もとんでもない難関校ということも知っていました。でも美術学部と音楽学部に分かれていて、聞いただけでは想像もつかないような学科があり、真面目にぶっ飛ぶリアルな学生生活は本作を読むまで知りませんでした。著者の二宮篤人さんはなんと小説家です。執筆当時、妻が芸大生であったことをきっかけとして取材を重ね、ノンフィクションの刊行に至りました。さあ、一体どんな内容なのか紹介していきます。はいはいはい、好きなことをしなさい。これ芸大の入試問題だそうです。黙々と鉛筆の芯を削り出して、それを細かく砕いて顔にくっつけて、紙を顔に叩きつける自画像ですって提出した人は合格したんですって。原宿ポップな三味線ニスト、神出鬼没のブラジャーウーマン、今は楽器を荒川に沈めようと思っていますと話すアーティスト、芸大に詰め込まれた音楽、美術、才能を学生への取材を通してお届けします。芸大あるあるも見逃せない全学科網羅のノンフィクション探検記。特徴感想を3つに分けました。内なる芸大を網羅、天才の人生を覗き見、変わる芸術家のイメージ、順に述べていきます。1つ目は内なる芸大を網羅。まずはジャンルと構成についてです。本作はノンフィクション、14章構成で、さらに1章も3、4テーマと細かく分かれています。で、1テーマに3人ほど芸大生が出てきまして、インタビュー記事のようにライトに読めました。美術学部と音楽学部、通称美校と音校が交互に出てくるところも対比ができて面白いです。全学科を網羅しているので、学内紹介ガイドブックのようなイメージを持ちました。ただ網羅性に長けている一方で、大体のイメージがつかめてくると少々飽きが来る、というか、だんだんと映像で見たい欲がかきたてられるんですよね。変わった原料や機械、漆に散りばめられた蒔絵、芸大にあるパイプオルガン、その音色、口笛奏者の超絶技巧、そして芸祭の爆発、そういう意味ではリアルに興味を持たせてくる内容で、実際 Twitter や YouTube を検索しながら読むのがまた面白かったです。で、あと、もちろん取材もそうなんですけど、私は作者が妻を観察している描写とか、ライブや芸祭を夫婦で楽しんでいる様子を読むのが好きでした。なんか芸大を舞台にした小説も読んでみたいなって思いました。それにしても出てくる生徒だけで40人弱、取材ノートも何十冊にも上るということで、その膨大な取材量とまとめ力、本当にね、ありがとうございます。2つ目は天才の人生を覗き見。常識や予想を超えてくる天才と言われる人たちは、普段からどんな思考をしているのか、どんな言動をするのか、すごく興味が湧きませんか？この本は奇才異才エピソードの宝庫です。東京芸大隠しすぎだろうと思いました。私が一番面白いと思ったのは、東京芸大と敷地を隣にする上野動物園の話。動物園ってライオンとかトラとか縦札があるじゃないですか。工芸科の学生がホモサピエンスの札をそっくりに作って芸大との間のフェンスにかけたそうです。もちろん上野動物園から抗議を受け、札は撤去された。バンクシーじゃないけど、風刺が効いてて面白いですよね。本
当はいけないと思うんですけど、こういういたずらもあれば、受験の時点で肩を壊すっていうスポーツ選手のようなお話もあったし、ホルン奏者が練習ができなくなるから親知らずが抜けないなんていうエピソード、さらに最初の方にも言ったんですけど、ブラジャーウーマンなんていうパワーワードを聞いたらかなりキャッチーですよね。でもそこだけ切り取って終わらないのが本作です。私からしてみれば、なんでそんなことをするんだろうって頭の中はてなだらけなんですけれども、そこには必ず純粋で真剣な思いがあります。これっていうのは作者が愛情と尊敬の念を芸大生に抱いて深掘らなければ出てこないところだと思うんですよね。私たちはこのおかげで彼らの人生観まで見ることができます。変わった人がいる、面白いっていうインパクトだけで終わらない、その先まで見えるっていうのは他のメディアと比べても本の強みなんじゃないかなって思います。3つ目は変わる芸術家のイメージ。本作における音高は幼少期から音楽の英才教育を受け、様々なものを犠牲にして入学し、そして今もストイックに音楽と向き合っている印象を受けました。一方尾行は、本人主義というか将来についても割と楽観的に捉えている人が多いイメージを持ちましたね。すでに有名な演奏家だったり、バリバリデザイナーとして働いていたりする人もいれば、行方不明者もいて、これだけの個性を一括りにすることなんてできないのかもしれませんが、私は本作を読んで、芸術家というのは表現することから逃れられない人たちのことなのかなと思いました。もちろん情熱が止まらない、好きで好きでしょうがないっていうタイプの人もいるとは思うんですけれども、意外と音楽とは腐れ縁なんですよねとか、なんか作ってないと気が収まらないからみたいな人もいまして、大学に入る前から将来表現者としての未来を見据えている人たちなので、自分と芸術っていうのが同化しているんだなって感じました。そしてその人たちが生み出していくパワーっていうのは計り知れないと思います。二宮篤人著、最後の秘境東京芸大、天才たちのカオスな日常、参考までに詳細リンクを動画概要欄に貼っておきます。またコミックも出ているみたいなので、漫画が好きという方はそちらもチェックしてみてください。いやー、これ読んで秋の芸祭行きたくなりました。これぞ秘境って感じじゃないかな。でもね、コンサートとかチケットなかなか取れないみたいですよ。文学 YouTuber ベル特別枠とかないかな。それは秘境。最後までのご視聴ありがとうございます。書評動画面白かったな、参考になったなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。コメントもいただけますと動画のモチベーションアップになりますので、そちらもよろしくお願いします。それではごきげんよう。ちなみに今読んでいる本はさくらももこさんの一人相撲です。